爆弾シンプル爆弾ですよ。どうしました、どうしました。聞いてください皆さん、僕の目の前に爆弾があります。えマジで、助けてください。頑張って頑張って。まあ俺らの前にはないから、別ないから、うん、助けてもらっていいですかどうしたら助けられるの、トワコさん。これはですね、まあ結構やってる人とかも多いのかな、爆弾解除のゲーム、うん、なんですけれども、俺結構やったよ、うん、あそうよね、富士山と最終レベルまで行ってる確か俺。あめっちゃ行ってる。最終すげえな、うん、エキスパートじゃん。まあなじゃあ早速爆弾がある部屋に入っていこうと思うんですけどいやもう あるって分かってんだったらもう行かん方がいい。いや行った方がいいでしょあかん、強い話にならへんでもどうやら止められへんらしいから、もうこれは任せよう。うん、そうだね、意思固いからな多分は。ちなみにお三方の中で爆弾の解除の指示得意ですって人います？いや私なんてそんな課長に被ればペーペーですよ。いや俺もできそうな気せへんな。じゃあ課長俺が一番でけへんてえでも課長やったことあんだよねこのゲーム。あることあるよ、動画も上げてるけど。おお完璧やん。もうでも僕あれですよ、ボンス爆弾の解除のオペレーターを退職しても結構経ちますから。いや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 、過去にやってたってだけで、うん、まあ体がついてくるかな。いやお願いしますよ、体が覚えてんじゃない。じゃあ作ってみせましょうこのゲームはですね、僕のところには爆弾が見えてます、はい、で、うん、皆さんは、今マニュアルを見てると思います。はい、のマニュアルを見ている人とこの爆弾を見ている人はお互いの画面がわからないので、こう口頭で説明をし合って、はい、うんうんうん、でお互いに、マニュアルの人はその聞いたしの内容から爆弾の解除方法を編み出して指示をする、うんうん、という連携をね試されるゲームですけども。あちょっとじゃあもう僕らのためにあるようなゲームじゃないですか。はい、いいね、始まりますよはい、遮られた、お願いします。はい、さてあこれが爆弾か結構でかいなあ。ちょっとピもうピピ言うてます。ピピ言ってる、ピピ言うてます。まずどうしたらいいですか。まず電話かけるところからやってください。電話をかける、どこにですか。僕に繋ぐところから。あそういうとこ大事にする。プルルルプルルル。課長課長課長出ろよ課長。はい、もし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 、あもし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 、ごめんね、はいはい、ごめん、今いける。あとポンどうしたん、今いける。うんうん、ごめんごめん、急にちょっと爆弾があって。何か、そうそう、目の前にちょっと爆弾があって、あともう30秒経過したんやんか。え、状況がよくない。ドアポンのところに爆弾があんの。そうそうそう、俺の目の前に爆弾があって。え、そう、これちょっと解除の方法とかわからんかなと思って俺が。そうドアポン家にある爆弾。そう、長えな、長えな、長いな、入んねえな、なかなか俺らには爆弾見えてないけど、タイムは進んでるんでしょこの時。タイム、いや、奇遇なもんでね、僕のところにも爆弾解除マニュアルっていうのがあって。あ、ほんま。うん。え、ああ、助かる助かる。形状はね、四角形、四角形かも。四角形。四角形かも。あと1分以上経過して、なんかやばい BGM 鳴り始めた。なんか BGM までついてんの？ドラム入ってきた。スピーカー付きの爆弾なんやなんかさ、なんかさ、その爆弾にありがちなの仕掛けみたいなのあるんじゃないの。 あるある5個ある。5個ある、それぞれ5モジュールか。5個あって、で制限時間が5分やから、はいはい、多分1個につき1分のペースで解除していかなあかんと思うけど、もう2分経ったから俺死ぬかもしれんえ、今すぐ逃げていろいろさ、一個一個四角で区切られてるやんか、はいはいはい、なんか見た目を教えてよ。え、それは何の、俺の、うんなんかトランクっぽいもんに入ってるよね。まあトランクっぽい、もうそうかな、うん、トランクと言われればトランクやし、トランクじゃないと言われればトランクではないかもしれん。
これ協力してないよな協力してないよなでそのトランクの中にさ小分けでね貼り付いてると思う。小分けで貼り付いてる。俺のマニュアルには。ああ、はい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 。うんうん、うん、うん。あるあるある。それの、その一個一個のなんか特徴を教えてもらったら、なんか解き方言えるかもしれない。はい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 。十和子さんもそんな焦ってないんやな。命は危険。命入んやな。命。え、何で、はい、でね、その、な、うん、まあワイヤーとかないかなワイヤーはねない、うん、課長の方が焦ってんのワイヤーがないのよねこうワイヤーがないってことは最後にやっぱり赤と青どっち切るっていうやつができへんからこれはダメか爆弾じゃないんじゃないあのそもそもそれ部屋にねがね、うん、赤いランプつき始めた、うんやばいやん警報やん見たら押したくなるようなデカボタンとかないのデカボタンあるあるある起爆って書いてあるボタンあるもん押そう押してみていいうん押したえあのね解除されたやばい解除されたすげえありがとう圧迫したちょっと課長あれ生きてる生きてるとはポンすげえ課長どうしてくれんのよおお部屋めちゃくちゃになってんじゃん部屋めちゃくちゃやし上半身裸でアフロよあどこまでもコメディーボムや爆弾あるある口から黒い煙ポワー出てきたわこのゲーム実況0点よゲーム実況としてじゃあお手本見せてもらおうじゃねえかよおお俺行くの？おおこのこんなねこんな生き残りたくないその爆弾解除班は僕初めてです。ああじゃあ富士さんちょっとお願いしていいですか？やる？別に隣の部屋移動するんで。隣の部屋にもあるんや。果たして解除させられるかな俺に。統計がおかしいじゃん。どの立場になってんねん。まあ爆弾ありますね。僕ありますよ、うん、ありますあります。あの電話からお願いしてもいいかな。ああ、やっぱそこは大事なんやな。トンテントンテントントンテントン。あ、トーポンから着信だ。あ、どうしようかな。もうこんな時間。あ、そっからや。今お風呂入ろうとしたんでな、もう裸だしな。どうしよう。トンテントン。あ、まだ買ってきた。トンテントン。これ何やったっけ、スカイプかなんかの。なんか聞いたことあるな。スカイプかな。何無視すんのマシ。いったん行くか。こっち。はい、もしもし。あのね、40秒だった。何が？何の話？爆弾。今裸のセンスが。何なんか急ぎなんかあった？あ、裸？あ、お風呂？お風呂入ろうとしてた。お風呂入ろうとしてた。あ、ほんならええわ。ごめんごめん。あ、いいよ。大丈夫大丈夫。あ、上がったらかけ直すわ。ごめんね。うん、ごめんね。はい、はい、ペペイス。はい。一から言わんと、状況を。そうか。爆弾やろ。爆弾あります。電話から。ああ。てん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 てるてん。てってってってるてん。てんてってってってるてん。なんかわからんよ。知らないが。はい、はい、はい、もしもし。あ、もしもし。すいません。ちょっと今、大丈夫ですか？珍しい、大丈夫よ。あのね、ちょっと爆弾ってあるじゃないですか。爆弾、はいはい。そうそうそう、爆弾がちょっと前にあって、なんか5分後ぐらいに爆発するっぽくて、ちょっと困ってるんですよ。あ、そう。え、マジで？マジでマジで。警察に連絡した？警察に電話してもね、まあ、ふざけるなって言って切られてしまって。あ、マジか。もうちょっとやっぱ助けてもらえるん。ちょっと。なんかないかな。すんなりやな。警察でも新人か。俺の前に誰にもかけてないよね。うん、全然かけてないです。かけてないです。オッケー。なんか取れないってことだ。あ、これがマニュアルか。はいはいはい。爆弾、どんな感じの爆弾があるの？ですね、なんかトランクに、うん、モジュールがついてまして。はい、それが5つほどついてるんですけど、はいはいはい、ちょっと困ったことにね、全く同じモジュールが2個ついてるんですよ。ほう。だからとりあえずじゃあ左上のやつどんなんか教えてもらって。はい、左上のやつがですね、ね、
見た目は 3.505MHz っていう風に数字が書かれていて、左右に押せるボタンがあって、上にねなんかランプみたいなのが点滅してます。これめっちゃ、あーこれか、めっちゃむずいよ。うわむずそう、なんじゃこれ。3.505MHz、 そうですね。で、はい、全く同じやつがもう一個下にあるんですよ。マジか、嘘やん、嘘やん。ねー、これモールス信号になってのか。ああなるほどなるほどなるほどね。これはね俺もわかる気せえへんから違うやつ教えてくれ。だからトワコさんはもう絶対その爆弾を最後までは解除できへんから、はい、これからはそのつもりで聞いてほしいんやけど、他のやつなんか教えて。はい、はい、じゃあその横に諦めじゃん、遺族の方には連絡するからよし、うん、その横にひし形が書いてあって、で、上が青、右が黄色、下が緑、左が、赤で色分けされてますね、はい、4つに。はい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 、これはいいですね。これはね、あ、これはね、その爆弾自体の側面とかにあるシリアルナンバーを見なあかんらしい。あ、シリアルナンバーありますね。シリアルナンバーに母音が含まれてるかどうかって書いてるな。わかる。母音はね含まれてないです。 LX2GH8 なんで。なるほど、含まれてないのね。ないですね。今ボタンなんか光ったり点滅したりしてますか。黄色が点滅してますね。黄色が点滅してる。じゃあ赤を押してみて。赤、はい。ほんでなんか光り方変わった。あ、黄色青の順番で光ってます。黄色青の順番で光っている。黄色青、じゃあこの場合、うん、今度黄色を押すんかな。プル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 、着信や。もしもし、あ、ごめん、ちょっとグルッとくしてもいいかな。あ、どうしたの、うん、ごめん、話を聞いてたんだよね、ごめんね。え、怖っ、どうやって一人とさ、怖怖、その場合ね、黄色光ってから青が点滅してんで、赤、黄色の順番でトワポンを押してほしいんだよね。なるほどね、赤、黄色、うん、1からやるんや。あ、そう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 。ああ、なるほどなるほど。終わった、ありがとうございます。はい、はい、したっけね。はい、お疲れ、お疲れ。ペイス、ペイス。あ、ちょっと、じゃあ、うん、赤黄色の順番で押してみたんですけど、そしたら黄色青緑の順番で光りました。あ、じゃあ、赤黄色緑、赤黄色緑、あ、解除されたかも。お、マジで緑のランプついた。お疲れ様です。頑張ったんだけど、すごいすごい。あー、ランプがさ点滅するじゃん、はいはいはい、それがモールス信号なんだよ。してたかもしれんけど、もう今俺の視界は真っ暗やね。分かってた。終わってた。むず、これ難しいな。いや、そう、あのマニュアル自体もわざわざすごいややこしい書き方してあるのよね。そうそうそう、だから考え込まなきゃいけないのよ、うん、これは経験がもの言うな。いや、藤君頼りになりそうやったね、うんうん、いや確かにね。だってあの LINE じゃないわ、あの iPhone の通話やったのになぜか入ってきたもんね。しかも、ね、しかも登場してるし、ね、話は聞かせてもらったよっつって出てきたもんなの。藤君の爆弾じゃないの。あ、いや正直ね、いや俺はでも分かるよ、すごい全部大体。やり方分かるよ。トシゾーさんと課長さんが同じところにいるところにかけるので、はいはいはい、2人で協力して解いてもらって、どうしてもやばそうなら、あの富士さんがまた入っちゃった。なんか、そう、やばかったら、そう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 。登場してるからさ。はいはいはい。うんうんうん。分かった。じゃあちょっと、うん。あんまり大きい声で登場してるとか言わんもん。トシちゃん、今日何、うん、今日何食べる？何食べるか、うん、何食べたいと思ってると思う。キモ兄弟じゃん。もし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 、うん、あ、もしもし、あ、じゃあ電話あれ電話ができた。もし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 、うん、うん、誰からかかってきてると思う。もし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 、あの爆弾よろしく、爆弾よろしく。
あ、爆弾ね。爆弾をよろしく。爆弾って言ってるから、これ多分トワコさんやわ、課長。あ、なるほどなるほど。さっきあったね。うんうん、爆弾をよろしく。爆弾とこ。時間がなくて、すみません。爆弾をよろしく。はいはい、あ、じゃあモジュールをよろしく。爆弾をよろしくどうぞ。ですね。モジュールの見た目をよろしく。あの上にね。うん、なんか数字なんかディスプレイみたいなのが出てて、そこに数字で4って書いてある。はいはいはい、はい、でその下にボタンが4つ並んでて4321っていう風に、うん、左から並んでます。これやこれや。4321。正しいボタンを押すと次のステージ、誤ったボタンを押すと次のディスプレイ。ディスプレイには4、うん、上の画面には4っていう。はい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 、ディスプレイが4の場合4番目のボタンを押す。4番目のボタンを押す。4番目のボタン、はい、4番目っていうのは4じゃなくて4番目番目かな、ね、左から4番目、はい、じゃあ1ね、はい、あ、うん、OK 進んだ。ディスプレイ変わった。次変わった。2で下のボタンは2413。ね、さっき押したのと同じ場所のボタンを押してください。はいはいはい、じゃあ一番最後の3かな。はい、あ、進みました。はい、で次が、画面に4です。おう、やって課長。んー、トシちゃんどうする？4って書いてるの押して。ガモさん、4って書いてある。4って書いてあるんですね。はい、あ、進みました進みました。オッケー。で次画面に2。おう、あーん、 1番目のボタンを押すって書いてるね。ってことは1番目っていうのはステージ1で押したことは一番左端。はい、あ、すいません、右端え、いや、そうだよ。でも一番目やから左端。ああ、そういうことか、ごめん。はい、うん、で画面に3です。最後かなこれ。はいはい、ね、ステージ4で押したのと同じラベルのボタンを押す。さっき押したボタンの数字覚えてるとはこさん2かな。あ、行きました。よっしゃ、おー、あ、面白い。ナイス、これ面白い。ちなみに2分30秒が経過しております。はい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 、はい、続きましてアルファベットが5つ並んでますね。アルファベットが5つ並んでて、それぞれのアルファベットの上になんか、うん、上下上と下で切り替えれるボタンみたいなのがついてる。あー、これか、なんかゲームボーイみたいな画面。パスワードだ。富士くんちっちゃい声でうわーとか言わんといて。うん、今からやるやつむずいやつなんやって思うから。あ、これか。RQVAI って書いてあります。 RQVAI、 あの秘宝なんですけど、その横にモールス信号あります。早くしてください。その R から始まるやつが書かれてるのか、この誰か登場してないかな。プル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 、登場されてる。え、登場されてる。ごめん、また登場されてるみたい。ごめん、登場しちゃったんだけどさ。これまずね、はい、トワポンが一番左の列のアルファベットを全部言ってほしい。左の列のアルファベットを、はい、上下させて、はい、R R G G F F S S U、はい、M M。 あ、そこ6つあんのか。何を言ってんので、次の左から2番目の列も教えて。はい、 Q、はい、F、はい、RR J J L L G G かな。で、この俺ら3人今登場してるけど、あのね、登場はお前だけ、うん、だからその頭の2文字で今のあのアルファベットが使えるものを選ぶんで、メモっとかなあかんやん。メモるの R はそもそもライトしかないから、次の2列目に I がなかったからライトは外れるんで、だから R はなくて、はあ、GG が何かあった。 G ないか、そもそも。あ、え、2文字目 G、 1文字目 G、 1文字目 G。 ちなみにグレードできるタワポン、どうかな、ちょっと目の前真っ暗やから分からへん。わー、面白い。リアクションしろよ。なんか死に、そういうことね、死に慣れてきて。はい、あ、始まりました。画面の真ん中に黄色いボタン、この番号は使われない。なんと電話の下りなしで結構です。あ、おお、ついに。うん、いいんですか。あそこさえなかったらいけてると思うんだ。そうですよ、確かに。アルファベットは、アルファベット、これは難しいわ。モジュール4で本当に大丈夫ですか。え、4だったら
結構ね難しさにムラがあるんだよね。簡単やつは簡単だし。ああ、うん。噛み合えばいける。なるほど。これ同じやつ出るんやな。かぶりなしにしてほしいな。ああ、そうね、確かに。うん、よし、じゃあ読んでやってみよう。簡単なモジュールもっとあるのに、全然トワポの口が出てこないもん、簡単なやつが。うん、なんで、ね、絶対に俺のこと殺そうとしてんだけど。はい、出ました。まず、ひし形ですね、カラフルなやつ。青、黄色、緑、赤のやつで、黄色が点滅してます。シリアルナンバーは？シリアルナンバーは LM1LJ、ボインないです。なんで、赤。赤、はい。赤を押しました、うん、黄色青です。じゃあ赤黄色、赤黄色、お、すごい早い。黄色青赤、課長いけ。赤黄青です。はい、ありがとうございます。次は黄色青赤緑。あ、またんの。うん、4つ目。あ、黄色青赤緑。あ、じゃあ赤黄青緑、赤黄青緑、お、達成しました。はい、よっしゃ。あ、ちょっと待って、アルファベだった。ごめん、気づかなかった。おお、よよよよよよ。解析班。いきますよ。はい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 。一文字目。W。はい。B。どんどん言って。はい、W B スヌーズ。W B L P F V。はい。二つ文字目が J H G V。I C 三文字目 I O U V Y Q。 これ一応四文字目とかも言ってた方がいいですか。あ、もらおうかな、じゃあ。C P D Z B V V です。はい、よし、お願いします。行きます。はい、その横なんですけど、なんか記号が書かれたボタンが4つ並んでます。あ、これめっちゃ簡単。そのボタン何書いてある、どういう模様書いてある。なんだ、小文字の B になんか横線みたいなのが入ってるやつ。小文字の B に横線、小文字の B に横線、なんか T と B が、あ、そう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 、なんか大文字の T と B が合体したみたいなやつ、はい、と、あとなんかハテナマークが上下反転したみたいな。オッケー。それと、何これ、何これ。大文字の P が左右反転して黒文字のところが潰されたみたいなやつ。了解了解了解。そして最後で、大文字の I になんか X みたいなのが合体してるみたいなやつ。了解。じゃあまず P 押して。 P? P? あ、これか。はいはいはい、P、押しました。 TB 次 TB、 はい、で X X、 そしてクエスチョン。おお、解けた。ほい、もうありがとうございます。英語はウィッチじゃないかな。うん、お、ウィッチ、はいはい。 WHIC。 あー、これか、ウィッチか。はい、あ、行きました行きました行きました。あ、よかった。おお、じゃあ最後に何これ。最後、ね、ど、なんかね、ドットが縦に6、横に6並んでて、ドットに丸がつけられてんのと赤色の三角形。メロ、ね、じゃあトーポンは丸の位置を教えて。丸は、左上、左縦列一番左が上から2番目、うん、それと縦列一番右側上から3番目です。オッケー。じゃあ、俺らは一番左上の迷路を見るんだよ。うん、うん、で、白い点はどこにある。白い点は縦列一番右側下から2番目。縦列一番右側、ごめん、縦列の一番右の縦列の下から2番目ですね。オッケー。で、赤い三角形どこにある？一番右上。オッケー。おお、やった。上、上、上。上、上、上。上4回やる。はい。一、4回？いや、3回。一、二、三回。あ、三回、ごめん、はい、はい。あの三角形の下まで来た。オッケー。で、左二回。左二回、はい。で、上一回。上一回。そして、課長行ってやれ。右二回です。だろうね。やったやったいけたこれね、そのトーポンが見えないけど壁があるんだよ、本当は。はいはいはい、迷路になってるんですね。そうそうそう、それ使っちゃった。だから解除できた。だできました。勝ったやん、課長大活躍。
課長大活躍。いや俺だいぶ最後もうみんなが作ってくれたもんをと言うだけやったからで課長っつってめちゃくちゃ甘やかされてたから俺いや課長のおかげです。課長すごいよ。なんだよそれ。課長がいなかったら死んでた。いやもうみんなでこれでトアポンチでテレビ見ましょうこれもう全部ない爆風で 6、7部屋吹っ飛んでるからねごめん課長ちょっと止めてもらうってできるかな今日ええけど爆弾持ってこんといてやありがとうございました。ありがとうございました。